セレオ国分寺セレオ国分寺は東日本旅客鉄道グループの株式会社 JR 中央線コミュニティデザインが国分寺駅で運営する商業施設である。2013年10月25日に国分寺 L からセレオ国分寺に名称変更した。1989年3月1日国分寺駅の8階建て駅ビル国分寺 L としてオープンした。 開業当初から駅ビルの多くは丸い国分寺店が占め、1から3階の半分と8階のレストラン、美容、利用フロアのみが L という形をとっていた。2003年に大改装を行った。駅ビルは9階建てになり、丸い国分寺店は丸いファミリー国分寺となり、L は1から3階の半分と8階の書籍、CD、美容、利用フロア、 9階のレストラン街を占めるようになった。これと同時に、1台のエレベーターが、地下1階1階8階9階のみに停止する特会エレベーターとなった。この名称は、国分寺駅を通る中央線快速電車に運行される種別にちなんだものである。ただし、外壁のおよい,いロゴは更新されておらず、例の右下が切れた CC ロゴのままである。 また2006年にも改装を行い、駅自由通路から2階へのエスカレーターが新設された。2008年には1から5階の半分と6から9階の部分を占めるまでに店舗面積を拡大し、丸いファミリー国分寺は規模を縮小した上で国分寺丸いとなった。この改修の際に特階エレベーターが6階7階に停止するようになり、快速エレベーターに改められた。 2013年10月25日には運営会社である JR 東京西駅ビル開発株式会社が展開する駅、ビル、セレオに名称変更された。2016年2月から段階的な大規模改装が行われており、同年4月21日には第1期リニューアルオープンを迎えた。第2期の改装は8月に着手され、 同年11月25日にリニューアルオープンを迎えた。その後、2018年11月22日に第3期のリニューアルオープンを迎えた。詳細は公式ページフロアガイドを参照。ありがとうございます。